改めまして、神谷仁志です。モス小野大輔ですよ。そうなんですよ。まあ、内田さんからメールが来ましてね。うん、はい。まあ、一斉送信メールだったんで、僕にも小野くんにも諏訪さんのところにもメールが行っているわけじゃないですか。うん。で、それに対して返信をすると全員のところに返信するみたいなシステムなんですけれども、うんうんうん、まあ、僕ら、本当に前時代で生きてるんで、LINE とかやってないからメールなんですけど、すべてがね。うん。で、まあ、内田さんからメールが来まして、うん。まあ、ラジオの方でちょっと食べる企画があるので、なんかこう、食べ物を持参されるのであれば、うん。もう本当に水だけで十分ですと。ああ、いうようなメールだったんですよ、ね、趣旨としては。はい。はい、で、それプラス、あと服は着てきてください。よろしくお願いします。なるほど。今回は事前に釘を刺したわけですね、そうやって。そういうふうに書いてあったわけです。うん、で、これまず僕の返信です、うん。20分後ぐらいに僕が返信してるんですけど、そうですか。そうとは思わず、うかつな格好で外出してしまいました。一度家に帰って直します。で、僕がメールを出して、その直後に諏訪さんが10分後ですね、サロンパス一丁は衣類に入りますか？一丁の使い方間違ってるからね。で、その直後、小野くんが3分後に、あっちゃー、もうベースボールキャップ一丁で出てきちゃいました。なんとか衣類を調達します。まあ、スニーキングミッションですね、ここからね、うん。っていうですね。うっかりオノディですよ、ね。3連発で。どうかしてる奴らが。もうなんだろう。趣旨が全く伝わらない、そこじゃないところに変身するっていうバカ3人組ですよ。都内を徘徊してるってことだからね。そうですよね。その格好で、サロンパス一丁で。僕はうかつな格好で、諏訪さんはサロンパス一丁で、オルクはベースボールキャップ一丁で、都内をうろうろしているっていう状況なわけですよ。はい。で、それに対して内田さんからのメール。財布を持っていくので、文化放送にいらっしゃる前に、全員、銀座のユニクロに集合していただけますでしょうか。まあ、一番近かったんでしょうね、銀座店がね。こっからだと。しょうがねえなと。だからまあまあ、その格好でいいから、とりあえず、QR に来る前に、ユニクロに来てくださいと。しかも銀座店だと。集合すんでしょ、そいつらが。集合してくれと。いうわけですよ。その代わりお金は出しますよってことだったんですよね。なるほど、なるほど、太っ腹だね、それは。エクステンド。まあそれに対して僕のメールですよ、はい、銀座ですか？ハードル高いな。僕が身につけられるブランドものといえばグッチのローファーだけなんだよな。やっぱり今の格好のまま QR に行きます。選択肢おかしいからね、どっちを選ぶかっつったら、だって銀座じゃん。銀ですよ。うかつな格好か、うんうん、でもやっぱりほら、うかつな格好だけじゃ無理じゃん、銀座だから、うん、やっぱこうブランドものは身につけたいわけですよ。まあ一種まとわぬ感じってこと だからね、その時点で。僕が持ってるのは、うん、今年買ったグッチのあのレインローファー、雨の日に履けるローファーだけなわけですよ。雨降ってないしなと思って。うん、そうするとそうですね、そう、ちょっと難しいわ。身につけられるものは何一つないですね、確かに。で、それに対しての内田さんの返信が、座銀はハードル高いですか？知らないこととはいえ、失礼いたしました。それでは、致し方ないですね。浜松町で静かにお待ち申し上げております。めちゃ丁寧って。何なんだろう。バカがバカにこうメールを出すっていうね。バカ同士の、もうバカの負のオーラ。バカコンボが。バカスパイラルが。ひでえよ、ほんと。いい大人の会話じゃねえよ、これ。本当にひどかったですけれどもね。それが先週のタイトルの全容でした。電話でした。そうなんですよ。はい、いやー、銀座全裸待機じゃなくてよかったですね。いや、危なかったですよ、本当に。銀ブラですよ。銀ブラですよ、まさに、うんうん。この番組終わるところでしたから、ね。やだ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 。ギリギリ我々それを回避しましたんで。よかったです。皆さんご安心ください。はい。